俺たちの時間。お疲れ様です。俺たちの時間のアッキーです。今回はですね、いや、まず最初に説明させてください。実は私ですね、何よりもコーラがめっちゃ好きで、まあ、どれくらい好きかと言いますと、物心つく頃というか、なんか僕あまりお母さんの何おっぱいを飲んでた記憶があんまりなくて、どっちかっていうとそのコーラを飲んでた記憶の方が強くて、だからなんなら僕哺乳瓶でコーラを飲んでたような記憶があるんですね。コーラで育ったと言っても過言じゃないくらい、めちゃくちゃコーラで人生を歩んできてるんですけれど、で私ですね、今後男を見せていきたいっていうのを第一目標として掲げているので、やっぱり違いのわかる男ってかっこいいじゃないですか。ですので僕今後は違いのわかる男シリーズってのを展開していきたいと思っておりますので、まあなので記念すべき第1回は僕と共に人生を歩んできたコーラでやっていきたいと思っております。よってここに第1回キキコーラ選手権を開催したいと思います。イエーイ。俺たちの時間というわけで、ありったけのコーラを集めてきました。そこのね、近所にあるスーパーのコーラと名の付くものをすべて買ってきました。というわけで、まあね、端っこから紹介していこうかなと思います。これですね、キリンさんが出してるメッツ超刺激コーラ、これは健康的なやつなのかな。僕はあまりこういうの飲まないんでよくわかんないですけど、なんかね、消費者庁許可特定保険用食品、あ、特保と呼ばれるやつだ、多分わかんないけど、こちらですね、ドクターペッパー。まあ、これはわかるでしょ。最近飲んでないけれど、まあれなんじゃない、なんかドクターペッパーって杏仁豆腐みたいな味がするってよく言うよね。はい、こちら、ゼロシュガーコーラ、ゼロカロリーコーラですね。まあ僕はあまりゼロより普通のやつの方が好きだから、まあだから、あ、ちょっとこれ俺の好きな味じゃないなってなったら、まあ、多分これなんだと思う。はい、みんな大好きコカコーラです。まあこれ外したら僕もコーラ飲んでみるんです、本当に。続いてこちら、ペプシです。ペプシコーラ。コーラがないとき、自販機、こうやって、あ、なんかな、コーラないかなーってこうやって探しに行ったときに、あ、コーラねえじゃん、あ、ペプシのあるじゃんってなったら、大抵絶対、ペプシは買います。なので、コーラの次に飲んでる飲み物はペプシなんで、これもね、わかると思う。なんなら、ペプシって、コーラより砂糖の量が多い。つまり甘いんですよ。なので、まあ、ここかな、決め手は。続いて、モンスター。これ、こんなんあるんだね。なんかコーラのモンスターですね。これ、あれなんじゃないの？モンスターにコーラぶちまけたみたいな味だと思うんだよね。これがモンスター、エナドリの味がしたらもう多分これ、きっと、絶対これだわ。続きまして、変化球、キリン特製コーラサワー。これちょっと、今回お酒、面白いかなと思って入れてみました。アルコールは、9%、意外と強かった。一つ言っておきます。私今、こんななりしてますが、本日、車を運転する予定はございませんので、安心してください。大丈夫です。まあだから、アルコールが入ってるから、さすがにこれ一発でわかると思うんだよね。うん。もう甘い甘くないとかじゃない。アルコールの味がする。これ絶対わかるわ。もう一つ変化球。こちらですね、オリオンさんが出してる、ミニコーラアイス。これ初めて見たんだけど、まあちょっとこれをね、ちょっと溶かして、炭酸水で割って飲んでみたら、コーラとちょっと似てくるんじゃないかなと思っております。というわけで、ここまで紹介したんで、実際にキキコーラやってみたいと思います。俺たちの時間！じゃあ、1本目。あ、なんだこれ。まず、あれですね。ゼロ系ではない。いや、普通にだってこれ甘いもん。だって。甘いんだけど、めちゃくちゃ甘いってわけじゃないんだよ。これ。だから、普通のコカコーラです。
はい、1番は普通のコカ・コーラです。続いて2本目いきたいと思います。なんだこれ、なんだこれ、変な味がする。変な味って言っちゃうあれだね。違う、なんかコーラじゃない。なんだこれ、コーラじゃねえ。なんだこれ、ちょっともう一回、もう一回飲んでいい。なんだろう、なんか人知を超えた味がする。あれかな、ドクペかな、ドクターペッパーかな、これなんかそんな感じするな。いや、なんかすげえ、だいぶ変化球みたいな味がするんだよね、これ。これ、多分ドクターペッパーです。なんだこれ。なんか、なんだろう、コーラなんだけど、コーラじゃない。コーラだけど、コーラじゃない。なんかそんな味がする。え、なんだろうこれ。うまいんだよ。うまいんだけど、アルコールの味もしないし、なんかドクターペッパーみたいな味もしないんだよね。コカ・コーラゼロだ。そしたらこれ、なんかちょっと消去法になっちゃったけど、これはなんかコカ・コーラゼロな気がする。え、ちょっとこれファインプレイなんじゃないか。これコカ・コーラゼロです。なんでこれ、なんだこれ、甘くねえ。甘い、甘いけど甘くねえ。逃げ、なんだこれ。悩むな。え、モンスターこんな苦いかな。なんかあんまり苦いイメージしてないけど、いやー、これちょっとあんまり自信ないけど、コーラサワーかな、これ。なんかちょっと独特な、なんだろう、苦味がちょアルコールっぽい感じ。 9% って感じがするわ、これ。なんかこれコカ・コーラサワーです。うわ、なんだこれ。毎回なんだこれって言ってるけど、マジでなんだこれってなるんだよ、これ。ちょっと待って、なんかちょっと今までと違う感じがする。これが真のコーラですみたいな、ちょっと押し付けがましいコーラの味がするんで。あれかな、オリオンアイスかな。なんかコーラのガムとかさ、あれじゃん、あ、これコーラ味だわって。なんだろう、コーラじゃなくてコーラ味だわってなるじゃん。オリオンアイスじゃないか。なんかオリオンアイスだこれ。だってなんか、ほら、あんまりなんか、ほら、こんな綺麗な透明になる。コーラってもっとなんかシュワシュワしてんじゃん。これなんか炭酸水が混じってるような。なんだろう、これ多分、オリオンアイスです。これは。ん？ん？ これは、完全に甘さ控えめの味がする。もうね、甘さの概念が一切ない、これ。これは、特保だわ。すごい健康的な味するもん。これ。これはメッツの特保コーラですね。ん？なんだこれは。なんじゃこりゃ、コーラじゃねえ。なんかさっきドクターペッパーって言った気がするんだけど、なんかこれがドクターペッパーな気がするな。あれかな、モンスターかな。なんか独特的な甘みがするんだよね。なんかすごい、力がみなぎってくるような味がするね。エナジードリンクだ、これ。エネルギー系な味がするもん。なんかこれはモンスターですね。ラスト8本目です。うん、今まで飲んだ中で一番美味しいかもしれない、これ。なんだろう、あー、これうめえ。これうまいな。一番最初に俺確か1本目はコーラって言ったんだよね。で、そのコーラよりも甘い気がするの、こっちの方が。1本目がコーラだとしたら、これはペプシなんじゃないかな。なんかそうだね、すげえうまいもんだって、これ。これあれだ、これはペプシコーラです。はい、というわけで全てのコーラの試飲が終わりました。果たしてこの違いのわかる男シリーズ第1弾、何問中何問正解するのか、このまま答え合わせいってみたいと思います。ありがとうございます。じゃあいきます、せーの。あ、なんだこれ。あ、全部間違えてんじゃん。逆に何が合ってんのこれ。お、あれだ、コーラサワーだけ合ってるわ。逆に俺コーラを何で間違えてるの。あ、俺コーラペプシと間違えてるわ。逆に俺何をコーラだと間違えてる。メッツと間違えてるわ。メッツとコーラ間違えてるわ。いや、でも言わせていただきたいんですけれど、メッツめちゃくちゃ美味しかったですよ、普通に。なんかあれ、何も言われなかったら普通にあれコカ・コーラと間違えるくらい美味しかった、あれは。いやー、ちょっとこれは
采配ですね。というわけで、このような結果となってしまいましたが、まあね、ちょっと、一問だけ、コーラサワーだけ、合ってたので、もしかしたら、ちょっと第1回の題材を間違えてたのかもしれないね。これね、キキコーラじゃなくて、キキアルコールだったら、違いの分かる男シリーズ、見せつけられたかもしれませんね。今回は、こんな感じになってしまいましたが、次回もね、違いの分かる男シリーズ、ぜひ、やっていきたいと思いますので、皆さん、今後ともよろしくお願いします。この動画、面白いと思ってくれた方は、グッドボタンと、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。また、Twitter と Instagram をやっておりますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。